闇の末裔は、花と夢で連載された松下洋子による少女漫画、およびそれを原作としたアニメ作品。花と夢2006年6号に別冊付録として描かれたのを最後に連載は中断されて9年近く救済中だったが、ザ・花と 夢2011年10月1日号より連載を再開。ザ・花と夢2011年8月1日号に同作品の特別編が掲載されている。単行本は花と夢コミックスより刊行され、2017年7月の時点において期間13巻。本編は幻想外編と鎌倉編の同時進行の途中で、 連載休止となっているが、ミブオリナリと桜井寺右京の短編画には、付録本として発行されている。二冊目の付録本にて、京都編で、行方不明になったいう輝きがオリナリのもとへと、返されている。アニメ改善に、ドラマ CD 化されている。第一弾は、花と、夢読者への応募者全員サービス企画。第二弾は、一般発売されている。 名府にある死者の生前の財合を裁く機関、十王朝。その中で、閻馬大王自ら指揮をしている閻馬朝の召喚家は、死者に関するトラブルを専門に扱う機関である。そこに所属する職員は、死神と呼ばれている。召喚家に所属するヒル・アンドン、都築屋里は、新パートナーである、黒崎ヒソカと九州地区を担当していた。 つづきを付け狙う下界、ゆう輝き数ずの起こす、数々の事件で、次々と、つづきや、密の生前のことが、明らかになるにつれ、事件の被害者も増えていく。声の記述は、ドラマ CD、アニメ版の純元総会の住人で、契約をした、主の呼び出しに応じて力を貸している新選たち。十二新章契約者は、つづきやと、十二転章も参照。 その他2000年10月2日から12月18日までワウワウにて放送。全13話。その後、2001年より独立有局、作者の出身地の熊本やキッズステーションで再放送された。ありがとうございます。